皆さんお待ちかねですよね。先週も鈴木優子さん素晴らしい証ししてくださいましたが、まだとどまるところを知らないと、その勢いがもう衰えないということで、まあ、先週の予告通り今日も来てくださいましたので、まあ、拍手を持って。このままで入るの出る、はい、おはようございます。ハレルヤ。愛する天皇お父様、証の時をありがとうございます。あなたがなさったことをちゃんとお話しできますようお導きください。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。4月17日膵頭部がんと告知されてから数々の検査をして、21日目の5月7日にやっと入院ができました。私立病院に入院し、胆管の先を切開してステントを入れる手術のためです。案内された病室は薄暗くて6人部屋でほどんと寝たきりの方たちで、非常に胸が痛みました。検査のため車椅子に乗って歩けるんですけど、車椅子に乗せてくれました。楽だもんですね。帰るお部屋に帰るときに、エレベーターに途中から乗ってきた女性の看護師さんがニコニコ笑いながら、4階の、私が入院しているところが4階なもので、4階の市長です、よろしくお願いしますねとニコニコしながらお声をかけていただいたのです。なんぼまでだ人だのって私の顔もわからないのに、まあ、看護師さんを見て、4階の看護師さんだからそうおっしゃってくれたんだと思います。私も丁寧にご挨拶をさせていただきました。そしたらその市長さんが車椅子を押してくれてる看護師さんに、あれって奥の部屋空いてらっきゃーって、鈴木さんごとそっちさ移してあげなさいって、そう言われて早速移動しましたら、とっても明るい部屋で4人部屋でした。窓からは岩木さんが本当に美しく見えて、心が晴れ晴れしました。わあ、やっぱりイエス様は私の心を察してくださって、憐れみと深い愛で采配してくださったんだなあと思いました。で、次の日ステントの手術ですけれど、全身麻酔なので何もわからなくて、目が覚めて、それがまた幸いでした。痛みもわからなく幸いでした。でも術後でも全身のかゆみと熱が出てきまして、わあ、がんの痛みでないはんでよかった、痛い時かゆい時はかいてればいいんだっきゃって、そういう思いでした。かゆみと熱が改善されず、超音波の結果またずれていると言われ、再手術となりました。まあ、全身麻酔ですので何度やっても大丈夫と思ってました。かゆみも熱も少しずつ良くなってるので、イエス様あとはよろしくね、あなたにお委ねしますと祈ってました。薬も注射もなく、ただ術後の経過観察だけでしたので、たった暇で王の宣告をずっと読んでました。あとは体力をつけなきゃと思い、食べられそうなものを妹に頼んで手作りので、少しずつ食欲も出てきた感じでした。同室の方は強い点滴での抗がん剤で
副作用がいろいろ出て苦しんでいました。食欲がないと話されたので、食べてみねえって私の おかずっていうか、蜂蜜の梅干しとか、それからうどん味噌とか、そういうのを渡したら、わあ鈴木さん久々に美味しく食べれた、鈴木さんのおかげで助かったと喜んでくれました。私が退院するまでお裾分けをして、私は彼女の食事についた納豆を遠慮なくいただいてお互い笑いながら笑顔になって、会話も弾むようになり、笑ったり楽しい時間を少しでも持てるようになりました。感謝です。彼女の笑顔からイエス様はちょっとしたことにも私を用いてくださり、彼女を笑顔に変えてくださったのだと、主の憐れみと愛を感じました。退院の時、彼女から、鈴木さん、これ宇治で米作ってるのさ、食べてけねって、私はちょっとしたおかずをお裾分けしたのに、お米で帰ってきたんです主よ、彼女に御手を触れてくださって、どうか癒してくださいと祈ってました。5月15日退院して、まっすぐ大学での CT です。その日は絶食で、9時から夕方の5時までかかり、さすがにお腹に力が入らず、思わず病人の断食でも食べがちょっとだけ笑えました。5月20日大学病院にその検査結果を妹と聞きに行きました。そしたら門脈、動脈にがんが絡まり、転移性も疑われる箇所もあり、手術は不可能だと言われました。妹は、先生、余命とかステージとかはどうなんでしょうかってお聞きしましたら、余命4ヶ月ステージ4って言われてそれを聞いた時はショックや悲しみではなくて、そう言われても私は毎年元旦は事業団の駅伝と2日3日は箱根駅伝を欠かさず見て、それが1年のスタートで、見ない年は一度もないんだはんでと、はっきり余命4ヶ月を拒絶してました。と同時に、余命宣告知された時、一番先に浮かんだのが、なんで駅伝、大概の人はハンカチで涙を抑えたり最悪のことを考えたり、ショックを受けると思います。頭の中ではふざけてる場合じゃないんだよなって自分を戒める締めてましたけど、それがかえっておかしくて、なんか笑い顔になってたみたいでした。でその時に、ああそうか、イエス様は、イエス様、あなたの御業なんですね、あなたはすべてをご存知で、新しい年を迎えるたびに欠かさず駅伝を3日間続けてみて感動して元気になるのを分かっているので、私がショックを受けないように私の思考回路をコントロールしてくださったのだと思いました。ハレルヤ、感謝します、アーメンと、私は先生の顔を見るよりも頭に浮かんだ映像を見ていました。告知されたにもかかわらず、無表情か微笑んでるのか分かりませんけど、先生には不思議に思えたと思います。今後の治療は抗がん剤治療になりますので、私立か国立かでと言われました。妹は仙台にいる甥っ子が医師で、今まで連絡を取り合ってましたので、
大学病院でのデータを送っていただき、大東先生にお願いして、また紹介状もお願いし、それらを甥っ子と相談して今後の治療を検討させていただきたいと思いますので、後日連絡の手続きを後日の連絡の手続きをして帰ってきました。甥っ子はデータを見て仙台の病院での手術を考えてくれてましたが、専門の先生と検討した結果、診断は大学病院と同じなので、地元でうちから近い国立病院にお願いした方が安心だし、私に負担がかからないからと結論が出ました。でその時甥っ子に、まだ全身痒くてさって37度台の熱出ているんだけどって言ったら、それだけステントが外れてるんだよって国立病院で早くやってもらった方がいいからと、そう言われました。そして大学病院にそのデータや紹介状をいただくのにも宛先が違ったり、ちょっとの手違いあったりで3回足を運んでことが足りたのです。妹とジューサー買う時も3箇所足運んだっきゃ、今回もなんか 3回でさ、3という数字が気になるけど楽しみだっきゃのって、今度は何が3だべのって2人で笑って話していました。大学病院の紹介で5月24日国立病院を受診し、超音波検査でステントがまた外れていることが分かりました。全身が痒いはずです。甥っ子の言う通りでした。ステント手術3回になるよ、これが3回次の3回で目だったんだべのって、まあ全身麻酔だんで何も大丈夫だおんって私は本当にのんびりした感じで、そして話してました。で5月28日からの入院が決まりました。妹の付き添いで病院に案内されたら、ってびっくりしたんです。申し込んでもない一番高いプライベートルームホテル並みです。間違ったんじゃないかと思ったら、看護師さんは後日お部屋は変わりますが、とりあえずこのお部屋で お休みくださいとのことでした。なんて素晴らしい最高のプレゼント、また妹とニコニコしながら笑い合いました。広い落ち着いた部屋で、パノラマのような窓からは遠くまで景色がとてもよく見え、本当に解放されました。ハレルヤ、足を感謝します、超リラックスしてます。あなたはなんと素晴らしく心地よい居場所をプレゼントしてくださって、完全なる癒しを与えてくださいました。思わず、主よ、もう治ってしまったイエス様、惚れちまったと両手を高く伸ばして、本当に重みが取り去られたようにリラックスできたんです。大好きなコーヒーを体が受け付けず、ずっと飲めなかったのが、この解放で急に飲みたくなりました。妹にコーヒー飲みたくなった、あんまり気分いくてさと言ったら、お姉さんちょっと待ってへ、コーヒー入れてくるからって、うちに帰っていきました。引いたコーヒーと素敵なコーヒーカップを持参して、久々に美味しくいただき、本当にどっかのホテルでその夜景を見ながらコーヒータイムをしているような、そんな豊かな気持ちに、幸せな気持ちにならせていただきました。主の愛と癒しに満たされて、ぐっすり眠れて爽やかな朝を迎えられ、
窓から太陽に両手を広げ、ハレルヤ、主の皆をたたえますと、このようにして快適な入院のスタートとなりました。そうです、何事3度と言われますが、3度目のステント手術です。2度経験済みなので何の不安もなく臨めました。経験するっていいもんだきゃのって、術後から全身のかゆみが本当に薄のようにピタッと止まったんです。その他の副作用も全くなく、体が楽になってきました。国立に来てからは姉と妹と3人で祈りの時を毎日持ち、主を賛美しました。日に日に元気になってきました。まだがんの治療を何一つしてないのに不思議だっけのって。5月31日、担当の先生と抗がん剤の治療法について説明があり、妹と聞きました。4種類の説明を聞いた後、妹が、先生、身内の方が姉と同じようならどの治療をお勧めされますかと聞いたんです。そしたら先生は、一番強いのを勧めますと言われました。私は先生に、今少しずつ食欲が出てきましたので、体に負担のない、できれば一番弱い錠剤でお願いしたいと思ってますと言ったら、物静かなとても優しい先生なので、私の希望を叶えてくださって、じゃあ投薬にしましょうって言ってくれました。このたった1日4錠の抗がん剤治療は、6月4日から飲み始めました。がんを告知されてから49日間何もしないで、この間体どうなってるんだろうって思いましたけれど、でも元気だからきっと良くなってるはずだって、薬飲む前から良くなってる感じがしてました。そして朝晩2錠ずつの投薬がスタートしたのです。申し訳ございません、今回も時間が長くなりますので、完結編は次回のお明かしとさせていただきたいと思います。これもまた証も3回目になります。主の御心なのでしょうか。本当に感謝します。愛する天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。こうして私を、病気はそっちのけで、ただただ笑わせてくださってます。感謝してイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。はい、おはようございます。よかったですね、皆さんまた来週も聞くことができるという、素晴らしいですね。いやしかし本当にすごいなと思いますけど、あの大学病院っていうのはいい先生がいっぱいいると思ってたのに、なんか4ヶ月の人に向かってステージ4なんていうお医者さんがいるのかと思ったら、ちょっとなんか、はい、冗談ですけど、はい、先週はですね、今もたくさんの祈りの言葉が出てきてましたけど、ほとんど感謝ですよね。ハレルヤ、主を讃えますと、私のすべてを委ねますと。本当に先週も学びましたけど、私の名によって願うことは何でも叶えてあげようというその約束について分かち合いましたけれども、この何でも叶えてあげようっていうこの声かけが私たちに対してなされてなければ、私たちはおそらく、もしかしたら皆さんも、神様の前で自分を偽ったりすることさえあるんじゃないかと思うんですよね。もう何でも言いなさいということを言われてなければ、そうなんじゃないかなと思いますよね。親が子供に対して何でも言ってごらんと、怒らないし、もっと聞きたいし、そして
必要なものは全部あげようと、そういう気持ちで親は子供のことを待ってるっていうのが健全な親子関係でしょうし、また神様と神の子である私たちの健全な関係なんじゃないかと思うんですね。そして神様は私たちにもっともっと祈るようにということを求めておられるということを学びました。それは祈りの言葉の美しさとか霊的なその成熟とかそういうのとあんまり関係なくて、もっとこう量、祈りの量を神様は求めておられるということを一緒に見てきましたけど、ただまあ祈り求める、願い求めるというもの、それが祈りによってなされるという、お祈りっていうのは単にそのお願い事を神様に届けるっていうことだけだと思うならば、絶えず祈りなさいという神様の求めに対して私たちは一日中何か願い事をしてなければならない。いや、そんなことを神様本気で私たち求めておられるのかということでしょうけど、でも実のところ願いを聞いてもらうというのはこのお祈りの中のほんのごく一部に過ぎないということを先週も学びました。絶えず祈ろうとすれば、このお祈りって一体何なのかっていうところから私たちの考えがすごく解放されていくと思います。聖書を開いてみるとこの登場人物がいっぱい出てきますけど、ある時は神様に願い、そしてイエス様の御前に出て行っていろんなことを願い求めます。で、叶えられていく記事がたくさんあります。と同時にですね、叶えられなかった時もたくさんあります。例えばある時弟子のヤコブとヨハネがですね、お母さんと一緒にイエス様の前に行って、あなたのイエス様、あなたの右腕左腕にしてくださいと願い求めることがありました。イエス様はイエスって言わなかったんですね、お名前がイエスなのに。そこで何て言ったかっていうと、あなた方は何を願っているのか分かっていないって言ったんですね。そしてまたですね、別の箇所ではイエス様がこれからいろんな人たちに罵られて、あざけられて、十字架にかけられて殺されるんだと、そして私は復活するんだという話を弟子たちにした時に、ペテロという弟子の一人が来て、イエス様それはいけないことですと諌めたんですね。そんなことあってはいけませんと。そしたらイエス様は何て言ったのかっていうと、下がれサタンと、あなたは神のことを思わず人間のことを思っていると、私の邪魔をするものだと言ったんですね。ペテロがそんなことあってはならないということに対してノーだったわけです。またパウロという宣教者がいましたけれども、この人も、実は体に非常な病をずっと抱えてた人でした。そして主に3度願ったというんですね、この病が治るようにと。でも答えはどうだったかというと、聞かれなかったんですね。このようにイエス様が、そして神様は人々の願いに時々イエス、時々ノーだとするんだったら、必ず叶えてあげようという約束は偽りだったのかなと私たちは疑ってしまうことってないでしょうか。イエス様は弟子たちの足を洗うときに何て言いましたか。ペテロが出てきて、なんであなたが私の弟子の私の足なんか洗うんですかと言ったときに、イエス様はこうおっしゃいました。私のしていることは今あなた方には分かるまいが、後で分かるようになると言ったんですね。まあ、難しの聖書で言えば、何時ら今知らず後悟るべしという言葉ですけれども、祈りは 100% 聞かれるというのは聖書の約束であることに変わりありません。それは私たちはアーメンと言って信じる信仰者ですけれども、でも後にならないと分からないこともあるんですね。聞かれてないように、ノーと言われたように言われているように思っても、後になったら、ああ、あの時ノーと言われたのはこういうことが新たに待ってたんだということが分かる場合がある時があります。また明確にノーだと言われていくこともあるということが聖書で語られています。じゃあイエス様が言うように、必ず 100% 聞かれる祈りってあると思いますか。皆さん、実はね、あります。それが何かを今日見ていきたいと思います。私たちの祈り 100% 聞かれる祈りを見ていきましょう。祈りは単に私たちの願い事を届けるだけのツールじゃないってことを見てきました。私たちの中から出た願いにはノーって言われる願いがあったりするってことも聖書に書かれてます。人の中から出てきた思いは
ノーと言われる時があるということが書かれているわけですね。それは私たちが神ではないということの証拠なんです。かつてイエス様を信仰する人々を迫害してその人たちを殺すことにさえ協力していたパウロという人は、大祭司、同じくイエス様を迫害する人たちだけども、その人から許可をもらってダマスコという町に向かって勇んで鼻息荒く向かってました。その途中でイエス様に出会ったんですね。初めての経験です。彼はイエス様に会ったことがなかったし、神様を知っているようで知らなかったし、その光に包まれた中で彼は何て言ったかっていうと、主よあなたはどなたですかって言ったんですね。そしたらイエス様、私はあなたが迫害しているイエスだと。どうして私を迫害するんだ。そしてその後に何て言ったかっていうと、起きて町に入れ、そうすればあなたのなすべきことが知らされると語られたんですね。そして彼は町に入って、言われた通り町に入ると、そこでまた別の方にイエス様は語っておられて、その二人が出会って、不思議なことに彼は新しい人生をスタートすることができたという物語です。主よあなたはどなたですか。これは実は彼の聖書の中で出てきた初めての祈りです。そして本質的な祈りだと思います。でも彼はこの時初めて祈ったのかなと思うと、そんなことないと思います。彼はエリートでした。宗教的エリートで、ユダヤ教の指導者の一番すごい先生のもとで仕えていました。ですからもう学力的にも半端じゃないし、もうそれこそ祈りについて何冊も本書けるぐらい優秀な人でした。でも彼はその祈りの質は本当に高くて、他の人と比べても圧倒的なぐらい祈りの美しさをもう体現してた人だと思います。でも主よあなたはどなたですかって祈ったことなかったと思います。自分の中から出てきた祈りに支配されてました。彼は神のためにイエスを信じる人たちを迫害しなければならない、そして苦しめなければならない、いや苦しめる必要があるんだという祈りと願いに支配されていました。そしてそれが正しいと思ってました。でも神は実際そのことを本当にお喜びになっておられるのかという祈りが不足してたんですね。でもあの時光に包まれて訳も分からなくなった時に、主よあなたは誰なんですか、どなたなんですかという祈りを捧げた時に、初めて神様の側からの語りかけを聞いたんですね。そして彼は全く新しい人生を歩むことになりました。それは彼にとって驚くべきことでした。これまでは人を傷つけることしかしなかった人が、これから人を傷つけられる人生に歩むようになりました。でも彼はそれで苦しんだり嫌だなと思ったことありませんでした。ローマに行くとき、エフェソの人と別れるときも、私はこの福音を伝えるためだったら死んでもいいと思ってると言いました。人が自分はこれのためだったら命も捨ててもいいと思える道がもしあるとすれば、私たちはそれこそが幸せなんじゃないでしょうか。人から言われたり、ああこうすることがもしかして正しいんじゃないかという自分の思いではなくて、神様が私たちのために特別に用意しているすごい計画があって、それをもし歩むならば、私はこのために地上に来たんだというこの喜びを与えられるとするならば、それが最も私たちの願いなんじゃないでしょうか。でもこの話を聞いても、あ、そう、パウロはエリートだったから。きっとそういう御言葉にも精通してたし、律法にも精通してたし、生活もそういう信仰の一部としてすごいものがあったから、だから彼は気づけたんだと思うかもしれないですね。でもそういうふうに思った方がいらっしゃるとすれば、旧約聖書を思い出してください。預言者のサムエルという人を思い出してください。この人はイスラエルのリーダーになっていきましたが、少年時代です。彼はまだ祈り方も知らず、神とは誰なのかも知らなかったその時に、先輩の信仰者から祈り方について教えてもらいました。その祈り方は、しもべは聞いております。お語りください。その祈り方でした。私たちの心の中から出た願いが 100% 実現するというのが、
イエスの名によって願ったことは 100% 叶えられるという約束の全てではありません。もちろんその約束がなければ大胆に主の前に出てお願いしますという子供の気持ちを持って私たちは主の懐に飛び込むことできませんから、この約束も真実ですが、もう一つそれだけじゃないんですね。これが 100% 聞かれると言ってるのは、私たちの心の中にあることが全部叶うんじゃなくて、主の心が全部私たちに実現するということを言ってるわけです。もし私たちがパウロのようにサムエルのように、主よあなたはどなたですか、主よあなたは私に何をしてほしいですか、しもべは聞いていますお語りくださいということを祈りの中で実行していくならば、それは私たちは変わることのない神様の永遠の価値を私たちの人生に注ぎ込むことになります。そして神様の御心は変わることがないので 100% 実現します。聖書の箴言に、人の心にはさまざまな計り事があるが主の御心だけがなると書いてあります。そういうことなんですね。今日の御言葉にこうありました。起きよ光を放て、あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝きで、主の栄光があなたの上に現れる。これがまさに私たちの祈りの本質、ここを見ていく必要があるなと思うんですね。主はあなたに起き上がってほしいと願い、そして光を放つ存在なんだという信頼を私たちの上に置いてくださって、私たちを輝かせたいと願っておられる方だということを思い返してください。主が人をどれほど信頼しているのか、私たちをどれほど信頼しているのかということは時々語られますが、聖書の一番最初から語られていることです。聖書の創世記の天地創造の物語をその最後の方にこう書いてあります。創世記1章の31節から2章の3節までですけど、主はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは極めてよかった。夕べがあり朝があった第六の日である。天地万物は完成された。第七の日に神はご自分の仕事を完成され、第七の日に神はご自分の仕事を離れ安息なさった。この日に神はすべての創造の仕事を離れ安息なさったので、第七の日は日を神は祝福し聖別されたと。神様はすべてを創造されて、そしてそのすべての完璧さをお喜びになった後に休まれたって書いてあるんですね。神様は人間を作りになった時に、埋めよ増えよ地に満ちよ地を従えよと言いました。私たちは地を従わせるように命じられている存在なんですね。そしてその出来栄えを見て、この世界の出来栄えを見て、なんて素晴らしいんだと思って休まれたって書いてある。皆さん考えてみてください。全宇宙をお作りになって、今も私たちのことをこの地上を支配しておられる方が休んじゃったらどうなるんですか。神様仕事を休んじゃったらこの世界うまく回んなんじゃないかって、そう思われるんじゃないですか。ここはどんなことを書いてるのかなと私ずっと疑問でした。主が休んじゃったらどうなんだろう。でも神様からの思いが私に入ってきた時に、このことの意味が分かった気がしました。神様は人を見た時に、ああこれは素晴らしい最高傑作だ、私が休んでいても私が信頼するこの人間、そしてこの被造物はうまく回っていくんだということを私たちに向けてるメッセージなんじゃないかなと思ったんですね。かつて名もないイギリスの信仰者がこういうふうに言いました。私たちの助けがなければ神はお出来にならないことがある。すごい挑戦的な言葉ですよね。もちろん神様は私たち人間が助けなければできないなんていう方じゃないです。私たちの助け、人間の助けなんかなくたって何でもお出来になる方です。でも考えてみてください。私たちに働きの場を用意しておられ、特別な人生を輝かそうとしておられ、そしてそこで生き生きと輝いてほしいと願っておられる方なんですね。だから神様は木を創造しましたけど、家をお作りになったことはありません。神様は火と水と
小麦粉を作りになったけどラーメン作ったことなかったんですよ。それは人間が、ね、作ったんですよ。神様は私たちが本当に輝いて楽しんで喜び満ち溢れるように全てのものを備えてくださった親なんです。主はご自分の働きの一部を私たちに委ねておられる。だから先ほどの信仰者が、私たちの助けがなければ神にはできないと。いや、もちろんできるんですけれども、しようとされないんです。私たちにしてほしいんですね。この領域について知りたいなと願うならば、私たちは神様に聞くしかないんです。私たちが輝く場所どこですか、私たちは何をするべきですか、あなた私にどんな輝きを与えてくださるんですか。私たちがこれお願いします、あれお願いしますという祈りと、もう一つは何をしたらいいですかという聞く祈り、むしろそちらの方が重きを置くかもしれない。今日一緒に読んだ詩編の中でも、ダビデの歌の中に、主よ私に答えてくださいと書いてありますよね。私たちは主の声を聞きたいんだと、ダビデもそういうふうに言ってるわけです。祈りの中でその声が聞こえないなという方もいらっしゃるかもしれません。私にはそういうセンスがないという方もいらっしゃるかもしれません。でも安心してください。私たちには何が与えられているか、神様の御言葉とそれに歩んだ人たちの記録がここに山ほど載ってます。それは今も生きて働いていて、私たちを導いてくれる。私たちに本当にその場で神様からの言葉かけがないかったとしても、私たちの心の中に聖書の御言葉が刻まれていれば、それが聖霊によって出てくると聖書に書かれています。私最近今日平和聖日ということで平和について考えたいんですけど、こういう本買ったんですね。ハンス・ロスリングという人が書いたファクトフルネスという本です。これはどういう本かっていうと、皆さんなんか世界のニュース見たりして、ああなんか世界ってますます悪くなってるなっていうふうに思うことありませんか。私もその一人です。でもこの本はそのことから解放してくれる本です。データをもとにして本当に世界が悪くなってるのか教えてくれる本です。これは今若い人たちにすごく読まれてる本です。世界中でこれから世界のリーダーになる人たちはしっかりした情報をつかまなければならないと言って、何千万部も売れてる本です。私もこれを読みましたけれども、餓死する人の数、勉強したくてもできない人の数、幼くして亡くなる子どもの数、それは私たちは多くの国がそれに困難を覚えてるなというふうに、なんとなくな感じで思ってますけれども、これはデータを通してそういう国はかなり少なくなっているということを示してくれています。そして実際その通りだと思います。この本はそのことを私に教えてくれました。そして世界に教えてくれているでしょう。でも神様は語ります。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。私たち人間の思いは、願いは、そして私たちの素晴らしい働きはたくさんの価値を生み出してきました。餓死する人の数は減りました。子どもの亡くなる数も減ってきたかもしれません。でもそれで世界は本当に幸せで満ちて、平和に満ち溢れて、何の不安もない、神の御国が実現しているように見えるでしょうか。相変わらず日本の中にも世界でも何か平和じゃないようなニュースでごった返しています。昔から比較して良くなったとはいえ、依然として昔はなかったような状態のニュースがたくさん出てきているのも事実ですよね。これが私たちの願い、私たちの思いが 100% 正しくないことの証拠なんです。でももし私たちが素晴らしい平和を望んでいる神様の御心と御声に従って歩みたいと願い、そしてそれが地上に実現することこそ本当の平和なんだという、聖書が言っている、戦争がないことが平和じゃない、食べ物があることが平和じゃない、それは平和のごく一部に過ぎない。平和というのは、シャロームというのは、神様があなたと一緒にいますという意味なんですよね。私たちはこのシャローム、本当に平和が地に実現するためには、私たちがこの地上で輝いていく必要があるということです。そしてそれは、私たちは
もっともっと祈ること、そして神様は私はどう歩むべきでしょうかと聞くことによって実現していくということをもう一度思い返してください。その声がもしはあなたの中に響いてきたなら、その声 100% 実現するでしょう。そして私たちはその神様が用意してくださった素晴らしい人生を歩むことができる。それはもしかしたら後からしかわからないかもしれませんけれども、その御声に従って歩む祈りを共にしていきたいと思います。祈りましょう。主よ、あなたはどんなお方なんでしょうか。しもべは聞いています、語ってくださいと。いつも私たちは私たちの側からの願いやおしゃべりに、あなたと共に歩むその交わりに感謝していますが、主よ、どうぞ私たちに答えてください。そして私たちのその今の歩みの中で私たちに何ができるでしょうか。主よ、どうぞ語ってくださり、あなたがその願いを 100% 私たちの人生に実現してくださり、私たちの上にあなたの光がまばゆく輝くその光景を見たいと願っておりますので、主よ、どうぞお語りくださいますようにお願いいたします。あなたの御声を私たちの人生に響かせてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。